鬼滅の刃日の神結風譚。こんにちは、土の子です。さあ、日の神結風譚ね、今日、11月24日アップデートということで、また鬼が追加されるらしいです。やってみましょう。わしの目からは逃れられぬ。やば、思い切り遊ぶとしよう。そしてサマルよし、矢幅は矢印を飛ばして攻撃します。いいね思い切り遊ぶとしよう。すごい、おててに目があるんだね。忘れてるなあんなにおててに目があったんだっけ。あ、だから目閉じてんのか。スタタタタタちょ、おもろいね走り方が。おー、矢印だ本当に。おお、すごい。おもろ。やるの。よし、これでいけるかな。いくぜ。勝利数ゼロから抜け出したいです早く。これ以上俺をフワフワさせる。同じだ。俺がくじけることは欧州だって、外国の方だ。楽しみ。よーし、いくぞ。やってやるですよ。いくぜ。開始。いいね。何してんの。ちょっと待って、僕負けるやんよく分かる、僕負けるそうだった、時間切れがあったんだ。開始ずるいぞ。何それ、おらおらおら行け、よしいいぞよし勝ったなんちゅう泥勝利だよマジで。ほらほらほら、いいぞいいぞいいぞ、頑張れ。やばい、よし入った奥義入った、ふん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 。着物が汚れたではないか。かっこいいじゃん、よしいいぞ。汚らしい、汚らしい。ほら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 ひでえなこれよーし勝ちましたやった4本目。俺は準備できてるかな。やばい、あれちょっと待って、どうやってどうやってやるんだっけねえ、どうやってちょっとおかしいよ、ちょっとねえおかしいよこんなの。いかいねえ炭治郎でも怒られた
やー、やられた。くそー、偉大よ。かっこいい、見惚れちゃうぜ。やりたい、もうバカ、バカもう。俺はもっとずっと強くなりたい。くそ、勝てないよ。命尽きるまで遊びたい。よし、今度サマルやってやるぜ。ちょ待って、勝利数やばすぎでしょ。ねえ、おかしいよ、勝利数なんかおかしくない？行くぜ。ほらほらほら、逃がして、逃がしてお願い。ちょっとね、ひどいよ。ちょっと、やべ、強え。ちょっと強すぎる。やばい、ボコボコじゃねえかこれ。やばい。やばい、やばい。これどうやって、どうやってこれ。くそー、強すぎる、待って。攻めて、攻めて。くそ、ずるいよね。ねえ。ちょっと待って、ねえ。半端じゃねえわこいつ。ちょっと、うまい人やめてよ。ずるいよ。何にもさせてもらえなかったじゃん。ダメだ、やっぱあの鬼が弱いからダメだこれ、うん、鬼がね、あの弱すぎる今回、うん。戦勝抜け、くそー、切ってすぐ逃げやがって。最後じゃあ必殺技だけ見ますか。ボコボコされたから。どれ、どんな感じ。ドン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 。おお、すごい。かっけえ、マリかっこいい。すげえ、かっこいいね。うわー、いいじゃん。うわー、試合で決めなかったな。はい、ということで久しぶりにね、ちょっと火の神血風弾やってみましたけど、まあ、今回ねちょっとあの鬼が、前回ルイ君と赤座でめちゃめちゃ強い鬼が追加されたんですけど、今回ねヤハバとスサマルなんで、あの上限、あのね十二気づきにも入ってない鬼なんでね、まあ多分弱いでしょう。あの これはちょっとあの上手い人の動画をちょっと見るのが楽しみですね。ダイダラさんとかめちゃ上手いのかな、使い方。どうなんでしょうか。なかなかね
操作しづらかったです。ということで、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。